はい、マッチを良くすると細谷秀明でございます。日時はですね、2021年2月の7日でございます。今いるところはですね、東京都日の出町、東京都日の出町イオンモールに来ております。はい、もうですね、一時のですね、映画の大部分もですね、一段落したという感じなんですけども、ここ、日の出イオンモールにですね、映画館ございます。シネマございます。今ですね、そこで上映しているのはですね、鬼滅の刃、鬼滅の刃まだね上映しております。はい、ご覧の通りですね、まだ上映しております。同じくですね、上映しているのが、樹海村、樹海村というね映画もね、上映している模様でございます。はい、少年たちのね声もいたします。日の出町はですね、若者がですね、増えている町でございます。はい、東京のですね、西部なんですけれども、日の出町、若い人はですね増えております。住みやすい町となっております。はい、私もですね、以前、日の出町のね選挙に出て、その辺はね十分承知しております。はい、はい、現場からは以上でございます。町を良くすると、お世話いただきました。